じゃこんにちは。豊さん、はい、この時期になってくると、はい、監督の肩たたきが始まりますよね。まあ逆に言えば、はい、続投もあるよね。もう言われてるのがヤクルトの高津監督、うん、そして、阪神の矢野監督、まあ、続投を、まあ、要請というふうに球団側は、はい、まああれだけ調子がいいとな、うん、まあ調子がいいってもう競り合ってる苦しい中だけどね。まあそうですよね。まあまあでもありがたい言葉じゃないのそれは。で、ここでじゃ今日はそのセ・リーグ6チームの監督の采配というか、うん、っていうのをちょっと見ていきたい、今シーズンの見ていきたいんですけど、まず、まあ、矢野監督、まあ、今1位に立ってます、まあ、矢野監督は補強に恵まれてるっていうことと、はい、ドラフトも成功してるということだよね、はい、うん、で采配に関してはさ、足を駆使して、うん、後半1点を取るような、はい、まあ、最初はもうオーソドックスに、まあ、終盤にかけては足を使ったりだとか小技を使ってきて、はい、しっかりやってるよね。そうですね、うん、いろんなこうなんか流れというか、そうだ、ね、駆使してっていうことですね。それと後ろの確率、はい、まあ、例えばスアレスを最後に据えて、はい、岩崎前とか、うん、とか、まあ、いろいろそこら辺もやりくりをしながらで藤浪を修正させるというかさ、はい、まあ、一生懸命、いや俺はすごくよくやってると思うよね。そうですね、うん、まあ、その外国人がやっぱり助っ人が当たった、そしてルーキーの佐藤輝明選手、うん、まあ、中野も大きいよね。やっぱショートが決まらなかったのがさ、はい、やっぱ中野に決めたというね、まあ、それもあるし、まあ、それによって多少やっぱこう、まあ、ミスが多いチームだけど、はい、ミスも多少なくなってきてるんじゃない。そうですね、うん、少なくはね。プラスその矢野監督になる以前からこう地盤というか地盤が築かれてたっていうのもあるのか。やっぱりそうだね、大山だとか、はい、そういう人間をこう一生懸命鍛えててね、はい、時に花を咲かすと、うん、時にしぼむと、はい、大山の活躍を見てるとね。そうですね、うん、だからなかなかこう平均的な仕事が大山はできないかもわからないけど、はい、でもああいう選手が今キャプテンマークをつけてやってるっていうことは伝統としてというか、前のまあ金本監督だとかそういう遺産が多少ありながら、まあ自分で作り上げてきてるよね。そうですね、うん、そして次ヤクルト高津監督なんですか。高津監督はねやっぱピッチャー出身の監督で、昨年なんかはもう2試合連続初回2回とかからもう先発ピッチャーを下ろすとか、はい、すごく厳しい扱いをしながら、はい、まあ、補強もね、いろんなところからしてピッチャーを、はい、強度なピッチャー陣を作り上げようとしてるね。あ、今その途中というか。で、まあ、その代表例が奥川だよね、はい、奥川が昨年の後半にちょっと投げさせて、はい、しっちゃかめっちゃかになって、はい、でも今年先発でずっと使いながら、でも間隔を空けながら、でも勝っていくという、はい、7勝かな現時点で。すごいですよね。で6試合先発して、はい、フォアボールなしで、素晴らしい。で向かっていくピッチングも教えてるというね、はい、だからすごく安定しつつあるよね。そうですよね、うん、その高津監督になってからそのなんかこう A クラスというか強いっていう。いやだから種まきとか、はい、そういうものがやっぱり1年目にして耕す時間っていうのはなかったと思うんだけど、はい、種をまいたらうまく種が育ったというね、うん、はい、まあ、例えばオスナ・サンタナなんていうのも、はい、素晴らしい外国人を取ってくる、うん、だからフロントもすごくなんていうかな協力的というかね、はい、うん、まあ、オスナなんか結構安定してるし、うん、まあ、サンタナも長打力があるし、うん、でこの前オスナの走塁、はい、神宮で広島戦だったんだけどさ、ワンアウトセカンドからセンターフライだよ、何でもない、はい、センターが取ったんだよ、うん、タッチアップの構えしてる、はい、しないんだよ、うん、あ、しない、できるはずがないよねって思ってたの、はい、そしたらセンターもランナー見て、あ、タッチアップしないんだと思ってショートにふわっと投げたの、はい、その間にサードを落とし入れたという。おお、まあ2アウトランナーサードになったんだけどさ、はい、これワンアウトだから別に走る必要もないっちゃないんだよ、はい、ね、ないけどもやっぱ次の塁を狙うというさ、そういう走塁を見せてくれる、うん、
それはやっぱすごいよなと思うよね。外国人にしてもその貪欲さというか、うん、だからそういうチームの雰囲気作り、はい、これはやっぱ監督がしなきゃいけないし、でそういう雰囲気に乗って選手たちも動く、うん、で村上も多分自由にしてるんやろ。あ、そうなんですね。多分ね、うん、まあ若いけど、はい、でも一と一倍負けず嫌いだからさ、はい、だからもう先頭になって声を出してるとかね、うん、まあそういうこともあるし、特にあの今シーズンは本当その村上選手が、うん、もうなんかねすごい率先して声出していったりとか、そうそう、いやそれ違うとか、だからそれをもう自由にやらせてるというかさ、はい、ね、そういうところもやっぱこう采配の一つだと思うんだよね。じゃこのヤクルトの強さっていうのは当分はこう安定して続いていきそうな形なんですか？もっと強くなる。お、もっともっと強くなる。さらにってことですね。まあピッチャーがなかなかって言われてた分ピッチャーが揃ってきたので、うん、ガシッと何か今考えてる。だから一番怖いのは青木が衰えて、うん、っていうのが一番怖いね今。そうですね、うん、青木選手のじゃあ代わりは誰になるってことですね。だからねチームって、はい、まあ例えば若手がいる、まあ、村上が若手、ね、奥川が若手、はい、ね、中堅といったら山田で、ベテランといったら石川とか、はい、まあ、川端もベテランのうちかな、うん、はい、あ、青木とか、まあ、いい配置になってるよね。そうですね、バランスいいですね、うん、バランスはいい、うんうん、さ、そして3位にいる巨人、原監督ですけれども、原監督はね、今年は苦しいよ、うん、やっぱ怪我人が多い。そうですね、怪我人が多いのと、2人助っ人が帰っちゃったみたいな、テームズがアキレス腱切った、はい、そりゃやっぱ苦しいよ、計算狂うよ。いや本当そうですね。で、うん、ピッチャーもエースがな、はい、で山口を取った、急遽取った、はい、お、最初行くかなと思ったのに2勝6敗、はい、2勝した後にはもう勝ってないというね、はい、まあやっぱ辛いと思うわ、うん、でもそこはやっぱりしっかり育てとかないとね。そうですよね、うん、それは泣き言言ってもしょうがない、はい、でも野手はやっぱこう順調に育つ、はい、まあ、例えば岡本がもう安定感抜群、うん、ね、で松原が出てくる、まあ、吉川が怪我をしなくなったとか、まあ、いろんなプラス要素もありながらだけど、はい、やっぱ肝心なピッチャーがね。そうですね、うん、だから阪神もやっぱ矢野監督キャッチャー出身でやっぱピッチャーをこうずっとやっぱ見てると思うよ、はい、細かくね、うん、で高津監督はピッチャー出身だから本当に厳しくここ乗り越えろっていうところを乗り越えさせておいて今年があるというか、はい、で、まあ、巨人の場合は、まあ、大エースがいるんだけどもそこがやっぱこうちゃんとした働きを見せてくれないと、はい、まあ、どうしても苦しくなるよね。ですよね、うん、あと戸郷投手も去年に比べるとだったりとか高橋投手もだったりとか、まあ、戸郷はね去年とねそんなに変わりはないと思うんだけど、はい、うん、立ち位置が変わってるよね。やっぱ菅野の次は戸郷って言われてたらさ、はい、やっぱどうしても物足りなく感じちゃうよね、うん、その分高橋が出てきてるんだけどさ、はい、うん、だけどなんかこうすっきりしないよな、ね、怪我人も多いし。そうなんですよ。あと豊さんが見ててその原監督の今シーズンの試合の中でのその采配ってどうですか？いや采配はもうやりくりしてるよ、うん、まあ、例えば糸井が代打でいる、変えたいけど変えられない、右出したら糸井が出てくる、うん、でうちのピッチャーの力量と考えたら糸井には打たれるんじゃないかと思って、はい、ツーナッシングから変えたりとかね、はい、糸井をこう封じるために、うん、だからいろんな策は見せてくれてるよ、はい、でもね策だけじゃなかなか難しいよ。そうなんですね、うん、いくら名将でもやっぱそこはそうなんですね。駒がいるとは言わないけど、はい、やっぱ期待に応えられる選手が怪我をしてたりだとかさ、そうですね、うん、故障してたりとかするからどうしてもやりくりになっちゃうよね。さあそして、4位は中日。いや4位はね、DeNA、失礼だなお前DeNA お前調子いいよお前すいません何抜かしてんの DeNA 怒られちゃうよ、怒っていいよ DeNA すいません DeNA な。そうです。いやよくやってるよ。そうですね、最初の出だしを考えれば、いや最初はねやっぱりね、うん、打のチームだから、はい、でやっぱこう外とオースティンが抜けてるだけで、はい、もう飛車角抜きで戦う、うん、その時の手腕をどうだったかっていうには、はい、まあ、大輔も監督業としての慣れはなかったよね、はい、うん、だからピッチャーの交代が遅すぎるわっていうことを声も聞いたけども、はい、でも最近では
やっぱ若手を成長させようとするね、はい、まあ、投手陣に限りはね、うん、あるし、はい、まあ、ラミレスの遺産で戦ってるっていうことは確かにあると思うんだよ、はい、あとはどういう色をつけていくか、うん、でまあ、矢野監督が後半に足を使い出して今盗塁数トップでしょ、はい、ダイソーの成功率、うん、盗塁のね、はい、もうこれ最高なんだよね、うん、本当に失敗が1個か2個ぐらいしかないんだよ。 DeNA に足りないところっていうのはもう明らかなんだよね、はい、だからそこをどう育てていくか、うん、どう打線とか、はい、その野球に組み込んでいくか、うん、これがやっぱ課題になってくるかなと思うね、うん、まだまだやっぱこうラミレスの遺産に頼ってるところはあるしね、はい、まあそれはもう仕方ないんだよ。こう変わった監督ってすぐ、はい、チームをこうバーッと入れ替えできるのは中島監督しかない、うん、オリックス オリックスの全部先発違うじゃないかっていうぐらいね、ポジションも違うじゃないかっていうぐらい、はい、ね、極端にやった例もあるけども、はい、そんなに変えられる選手もいないしね、うん、だから大輔の色っていうのはこれから出てくるんじゃないかなっていうのは感じがするよ。あとな、例えば2年3年ぐらいなんですかね、やっぱりこう長い目で見ていかないとっていうどうなんですかね。長い目で見ていくとみんな年を取る年を取ったら、ま、もう一回作り直さなきゃいけないという。でもその駒はいると思うんだよ、はい、だから足を使えたりだとか、うん、だから、まあ、例えばこの春先なんかは桑原とか関根を競い合わせて、はい、どっちが勝つかなとか見てて、はい、あ、桑原が勝った、よし桑原できるみたいな、うん、そういうこうなんていうの、気の長いというか、はい、うん、そういうことは感じるよね。そうですね、うん、で、すごく短期ではないし、はい、だから冷静にこう分析をしながら進めてると思う。ですね、だからここに来て監督業としてすごく慣れてきたなっていうふうには思うしね。うん、で期待感もあるし。ですよね。うん、それとやっぱこう三島が悪いと思ったらもう決断したよね。はい、安明を後ろに戻してっていうね。うん、だからあれも相当時間がかかった作業だと思うけど、まあ、昨年から続いててね、で自分が受け持って いつのタイミングかっていうのを考えてたと思うんだけども、大輔が珍しくマウンドに行って、はい、三島にこう言って、それでも逆転をされて、まあ、同点だったかな、逆転だったかな、されて、で次の時から変えたと、はい、やっぱ手はそういうふうにちゃんと打ってきてるよね。うんうん、だからこれからが期待かな。そうですね、うん、まあ、あとニューカマーとしては森選手であったり牧選手もいますし、ね、だから森も、うん、まあ、思うんだけど確かにいい選手だよ、はい、で俺は使ってほしいなと思うし、野手、うん、だしね、はい、でこれからの DeNA を支えていく、うん、まあ、DeNA にないものを持ってる選手だと思うんだけど、はい、なんて言うんだろうな、あ、どうしても使いたいっていうふうに思わせないんだろうね、まだ使わないっていうことは、あ、使ったり使わなかったりするっていうのは、はい、まだ、いや、こいつは使おうっていうふうな、森がそういうことを出してないんだろうね。やっぱ使う方もさ、はい、もうしょうがない、もうあいつ行っとけっていうことになるんだよ、うん、はい、なんかこう練習態度、ね、野球との向き合い方見てるとね、それはもうチームの中に入ってみないと分かんないもんで、はい、まあ、外からギャーギャー言うもんじゃないんだけど、まあ、素質だけ見るとずっと使っててほしいよね、本来ならば、本来ならね、うん、だけどまだまだやっぱり大輔からは、はい、物足りなさっていうのはあるんだろうね、きっとそう、だからもっとアピールしてこいよみたいな、うん、そんな感じで待ってんじゃないかなと思うんで大輔はね。そうなんですね、うん、さあ、そして5位中日ですけれども、小川監督、うん、どうですか。瞑想だな瞑想、ここから瞑想ですか、5位6位は。いや、だからさ、はい、バンテリンドームを本拠地にしたチームって、はい、基本的に打てない、点が取れないっていうのは覚悟しなきゃいけない、はい、ある程度ね、はい、じゃあ何で補うかって言ったら足なんだよ、はい、で中日が優勝した時って外野手の守備っていうのは素晴らしかったんだよ、はい、ね、そこの確率、その確率をするためには足の速い選手をやっぱ揃え、打てるバッターがいなきゃいけない、はい、まあ、言えば大島みたいな選手、うん、そこがやっぱ育ってないっていうこと、はい、それとやっぱ高橋周平が今年悪い、はい、強打はファームに落ちる、うん、で上がってきた調子が、
マスターはコロナのあれで閉店開業だよ、うん、どこにもいないみたいな、阿部閉店してしまった、閉店してしまったという、はい、でセカンド誰なんだと、はい、だから結局ビシエドだけじゃないかってきちっとね大島とね、はい、うん、やっぱそれではやっぱきついよ、うん、まあ木下がたまに打つけどねキャッチャーの、うん、でピッチャーはさすがにいいよね、はい、これなぜいいのかっていうとバンテリンもあるよね、そうです、ね、広い球場っていうこともあるし、うんうん、だからまあそこら辺がプラスしてる、まあそれでも質はいいよねピッチャーの、はい、うん、だからやっぱり野手を誰が育てるんだという、そうです、うん、だから足を使いたい途中で、はい、足を使いっていうんで高松とか、うん、ああいう足の速い選手にを抜擢するようになった、うん、でもやっぱ打ってもさ2割ちょっとじゃさ、うん、困るよちょっと、いやそれだったら終盤で大事なところで足で使った方が確率がいいの、うん、もう塁に出た状態で置けるから、そうですね、うん、で塁に出るまで待ってたんでさもう疲れちゃうのこっちか、いやいや、そうですよね、疲れちゃういやいや、ほんで前にランナーが出てたらさ、はい、ね、渋滞を起こしてるというだから使っても意味がないというさ、そうです、ね、いやだからそこら辺のその監督就任した時の、はい、まあ、戦略だとか、はい、そういう立て方だろうね、うん、またね与田も人がいいからさ、あ、そうなんですね、うん、非常に慣れないんだろうな、あ、時にそういう風にならなければいけないのにってことですね、うん、そうそう、ぶった切ればいい選手なんかいるのにねと思うけどね見てる方は、 あとネオ選手、ネオは、うん、これは監督がどう、やっぱバッティングコーチだよな、あ、打つ方はね、はい、俺はもうピッチングコーチに任せた方がいいんじゃないかなと思ってもうピッチャーにちょっといっぺん転向させてみるの、いや、まあまあ、まだね、はい、まだまあ若いから、はい、それはもちろん判断するのは早いというにしても、うん、もう少しやっぱりスイングの軌道だとかで自分はどういうバッターなんだっていうことをしっかり教え込まないとさ、強打が変わったのは、はい、考える気持ちが変わったんだと思う、頭の中の、うん、想像してることが、あいつはもう長く持ってバットをもうとにかく初球からバーン振り回すと、うん、言えばまあホームラン打ちたいなみたいな、うん、ホームランになったらラッキーだなみたいな、それから出塁にかけたよね、ファームに落ちて短くボンバットを持って、うん、それからやっぱり調子が安定してきたって、やっぱ考え方を変えないとさ、はい、バンテリンドームでホームランバッターになれないよ、ネオクラスじゃ広いですもんね、いやそれだったらアベレージヒッターに徹して、はい、ね、足も速いわけだし、出塁にかけるとかさ、はい、そういうことをやっぱちゃんと教えてあげないとね、そしたら振ってる姿が変わってくるはずなんだよね、大島なんかもう頭がいいよ、だからそうですね、大島さんとかじゃポーンって打つだけだもんじゃポーンってホームランなんか絶対狙ってないそうですね、うん、だからまあそれやっぱこう賢いやつ、はい、欲を捨てれるやつがあそこの球場では活躍できるということですね、うん、さあそして最後、はい、広島の笹岡監督ですけれども、うん、采配的にはどうでしょう。まあジャパンも多くいるからな、いや選手はいるんだよ、すごいね、選手を輩出してるんですよ、うん、広島からジャパンに。ただピッチャーの監督ってさ、はい、やっぱある程度ピッチャーに目がいくよね、はい、まあ昨日投げたジャンセン投げた床田なんかね、はい、解説の人が言ってたから、ね、まだ行くのみたいなそれがやっぱピッチャーの監督だよ、最後まで完投の経験はあっても完封の経験はなかったんだ、はい、まあ、やっぱそれは一つの自信になるというね、だからもう9回なんか小園がトンネルしてエラーしてるのもうドキドキしちゃってさそしたらなんか上本がなんかイノシシみたいにこう打球に飛びついてさ、アウトにしたからよかった、あんなもう後ろにそれったら同点になってるぞみたいな危なかった、いや危ないよ、でもギリギリの線だったけど、でもそういうことをやっぱ笹岡監督は勝敗をこう関係なくピッチャーを育てようとすることは分かる、分かるけど、あれだけ足が使える選手がいてバッとコントロールが巧みな選手がいて、もっとなんかこう戦略的にできるはずなのになっていうのは感じるよね。それちょっとなんか考えすぎてしまったりとか、若干ちょっと迷走だったり、考えすぎではないと思う。考えすぎではない、そういうことはやったことはない、やった、あピッチャーだから野手で、あそっか野手ではない、やられたことはあってもやったことはない、
だからどのタイミングでどういうふうにすればいいのかっていうのが、はい、笹岡も人がいいからね。人がいいとやっぱり時にあれなんですね、非常にならないと。まあそうかもわからんな。そうですよね。でだから笹岡野球ってどういう野球かって言ってさ、はい、まあ森内に俺が聞かれた時に、はい、どんな野球なんだろうねってあっていうぐらい、やっぱ選手もじゃあどこをどういうふうに目指してやればいいのかっていうのがわからないと思うんだよね。その色がないっていうことですか。色がないのが特徴としようとしてるのかもわからないけど、わからない。それを見てる限りはわからないってことですか。わからない。だから誰をどういうふうに使いたいのかもわからない。いやあれだけ強かった。だって坂倉を森下と組ましたりだとか、はい、石原と組ましたりだとか、大瀬良だってそうでしょ、はい、誰がキャッチャーでどうなのかって言って分からない。そうですよね。変わって使ってればだってキャッチャー登録で4人ぐらいスタメンに出てる時もあったんだよ。はい、分からない。なんかこう焦点が定まってないんですかね、まだチームとしての何かが。選手はいるからさ、ピッチャーがまだ育てきってない投手陣もいるし、だからちょっと迷走かな、まあ、今年はというか。やっぱり指揮官が迷うとチームが迷うからね。そうですよね、だからあれだけ強かった広島優勝だったりとか、A クラスにいた広島が今最下位なので、やっぱこれはね、どうしたものかなってファンも思ってるでしょうし、まあ一つのノリもね、はい、わーっとしたああいうチームっていうのは、まあそれだけじゃないけどなまあ分かりませんね。つかみどころがないと言ったらいいかな。なるほど、難しいですね、一番、はい、ということでちょっとセ・リーグ6球団見ていきました。